そもそも、かなちゃんは、はい、化け物語という原作は知ってた？私、西尾維新さんのお名前は知ってたんですけど、化け物語は知らなかったです。っていうことは、はい、作品、こういう作品があってオーディションがありますよっていうことを言われて、その時に知りました。それで原作を読んで、オーディションに備えてたんですけど、いやーなんか、面白いですね。西尾維新さんすごいですよ。すごいよね。ってことは、そのオーディションに臨む前に、一応その全体を通して、読んだんだ。あ、すごいね、それはね。オーディションは、なでこオンリーだったの？なでこと、迷いと、月日ちゃん。をやりました。あ、妹もオーディションあったんだ。ありました。へえ、それは知らなかった。あ、もしか、前の後語りの時にそんな話出たっけ？もうすっかり忘れてるんだけど、ちょっと出てた。あ、そうですか。じゃあ、ってことは、僕がすっかり忘れていたんですね。そっか、妹のオーディションもあって、それも受けたんだ。受けましたね。あ、そうなんだ。はい。いや、でも、なでこでしょ。そうですか？うん。私、そうですね。でも、この中だったら、一番なでこに自分は合うんじゃないかなとは思ってました。いや、もう。これ以上ないって感じだったでしょ。ないですよ。いやいや、そうだと思う。本当に。やっぱり一番最初にこう、キャストが発表された時に、見て、まあ、それぞれ、あ、この人は一体どうやってやるんだろうなっていうのもあったと思うんだけれども、いや、もうなでこに関しては、もうこれ以外考えられないなって僕も思ったもの。そんなことないですよ。いや、すごい人引っ張ってきたなと思って。いや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 。ねえ。でも、今日監督の鶴岡さんに、ドラマ CD やる前に、あれさ、大丈夫かって言われて。何プレッシャーかけてんの？いいと思って。大丈夫か？言われた。あ、そうなんだ。